マルティン・アロンソ・ピンソンマルティン・アロンソ・ピンソンはスペインの航海者であり探検家。1492年、クリストファー・コロンブスによる新大陸に向けた最初の航海においてピンタ号の船長として航海に同行するとともに多大な貢献を果たした。ピンソンはスペインの選手一家の元に生まれ、弟にフランシスコ・マルティンとビセンテ・ヤーニエスの二人がいる。 コロンブスの航海においては、ニーニャ号、ピンタ号の共同所有者として船を提供したばかりで、なく、三人ともが、船団の養殖として関わった。コロンブスは、カスティーリアのイサベル女王からの援助を得たが、それのみでは、航海には、まるで十分ではなかったため、多くの援助を求めることになったが、特に船員については、それが未知の大陸への航海という全く先行き。 不透明なものであったため、集めることができずに困窮した状態にあった。当時パロスにおいて事業を営んでいたピンソン兄弟はコロンブスに全面的に協力し、船員など、航海に必要な多くのものを提供した。1492年8月3日に、横領パロス港を出港し、10月に入る頃になると、船団は瞑想といっていい状態となったが、10月7日、 ピンソンはコロンブスに、震度の変更を提案して、船団の震度を変え、結果的に同月12日に、バハマ沖にて、コロンブスによりサンサルバドル島と名付けられることとなる島を発見した。アメリカへの航海において、ピンソンはしばしば、コロンブスの命令に背くことがあり、同年11月21日にはキューバにて、ピンタゴーと共に、コロンブスの船団と別れ、 独自の発見を目的とした探索業を始めた。翌1493年1月6日には再びコロンブスと合流し、共にスペインへの帰途に着いた。この帰路においてもピンソンは独走し、コロンブスより早くスペインに帰還し、新大陸発見の第一人者になろうと試みたが、これらの不誠実な行為によって帰国後に、 コロンブスから裁判で訴えられることとなった。帰国後まもない1493年11月、この航海によって感染した梅毒によって死去した。ピンソンはコロンブスより、はるかに熟達した船乗りであり、後に、スペイン王室より、海の帝徳の称号を授与されている。今日において、この航海における、新大陸の発見者としてコロンブスのみが、 歴史にその名を対処されて残されているが、その実現には、公開術や操打技術などにおける、ピンソン兄弟の広範な経験と知識が大きく、貢献したのである。実態として、ピンソンらが、この公開において果たした貢献については、有名すぎるコロンブスの神話の影に隠れ、過小評価どころか、そもそも見落とされがちあるという点は否定できない。 マルティン・アロンソ・ピンソンとその弟たちはパロスの船乗り同様西にある未知の大陸の伝説にこの航海以前から聞き慣れ親しんでいたという点についてもアメリカを発見したこの航海の成功要因の一つとして見逃されるべきではない事実である。他方ではバハマ諸島においてコロンブスらと一時分かれたピンソンが東に向けて航海していることからプエルトリコを最初に 発見したのはピンソンであると唱える学者もいる。ありがとうございます。